ということなんです。なるほどね。それで今日の練習なんですが、どういうメニューがいいでしょうか？そうね、ではそうしてみます。ええ、大変だとは思うけど、いい結果につながると思うわよ。はい、ありがとうございます。期待してるわよ。あんた朝っぱらから寝るなんて、ほんといい度胸してるわよね。ほーら、もうすぐ授業始まるわよ。うわ、もしかして座ったまま熟睡？ほんと器用ね。ほーら、起きろ。おーい。完全に寝込んじゃってる。まったく、仕方ないわね。よし、こうなったら奥の手よ。グッモーニング。ねえ、覚めた？まったく、世話焼かせんじゃないわよ。あんたが気持ちよさそうに寝てるから起こしただけよ。親切よ。
その目、もしかして私に惚れたとか。いい、何も言わないで。中学の頃に出会ってから早10年、ついに友達から恋人へステップアップ。めくるめく恋のメロディー、そして二人は結ばれるのね。バッドエンド上等よ。私の全てを許してくれるというの？それがあなたの愛の形なのね。あんた結構鬼よね。それが恋なんじゃないの？じゃあ何？ねえ、自分で言ってて恥ずかしくない？失敗したね。まさか、もう終わったの？はい。まずこちらが部活動の書類。それとこれが委員会のものです。申請書も一緒にまとめましたので、そちらの確認もお願いします。そう。わかったわ。びっくりしたわ。あやつじさんったら、1週間以上かかるはずの書類のまとめを数日でさばいてしまったの。私だったら半分もやれてないわ、きっと。そんなこと、ちょっと自信なくしそう。もう何をおっしゃってるんですか。先生の下準備があったからこそです。そうかしら。当たり前じゃないですか。こんなことで自信をなくさないでください。はいはい。はいは一度で結構ですよ。本当よね。
ああ、あら、もうこんな時間なのね。二人とも授業に遅れないようにしないと。それと、綾辻さん。はい。ありがとうございました。いえ、そんなお礼なんて。ううん、ほんと助かっちゃった。また何かありましたらいつでも言ってくださいね。ええ、そうさせてもらうわ。それじゃあね。さあ、私たちも教室に戻りましょうか。おい、そこのぼーっとしてるやつ。確か、どこへ行ったっけ。ちょっと付き合え。桜井里穂子。男のくせに細かいことをブチブチと。うるさいやつめ。いいから、付き合うのか付き合わないのか。さあ、どっち。ほう、物分かりがいいね。さすが、リホッチには見る目がある。あー、初めてだっけ。私は茶道部部長、柚木瑠璃子だ。ひばまなか、ザ副部長。そういうこと。何ぼーっとしてるの。3の A だよ。それが何か。この時期だと普通は部長を引き継いでるもんね。いろいろ事情があんのよ。で、話が横道にそれちゃったけど、うん、ちょっとこれ運ぶの手伝って。何？はんぺんか何かに見える。正解。案外重たいんだよね、それ。もう疲れた。茶道部室までだからさ、頼むよ。私たちは他のを持ってくる。そこに置いてくれ。そう、さ、
坂。ご苦労さん。おつ。ま、お茶でも出すからさ、ちょっと待っててくれ。麦茶に作法なんかあるのか。初耳だ。さすがに昼休みからお茶を立てたりはしないよ。まあこの後の世界史の授業に出るくらいならお茶してたいってのはあるけどね。リホッチがあんたの話ばかりするのよ。耳にタコ。あの子が入部して1年ちょっと、あんたの話を聞かない日の方が少ないね。あれだけ聞かされてれば、あ、こいつがリホッチの言ってたやつかってすぐに分かっちゃうよ。どうした？何？どこが？うちにそんなに予算があるわけないだろう。体育教官室から。おいおい、そいつは人聞きが悪いな。リサイクルだよ、リサイクル。廃物の有効利用。ここはよそに比べて寒いから、こたつでもないとやってらんないのよ。暖房器具がないと風邪ひいちゃうってね。はい、麦茶。ちなみに冷蔵庫は先々代の戦利品だよ。それにしても初対面の人間の頼みを聞くだなんて、あんたも人がいいね。まあリホッチの人の良さも大概なもんだけどね。大丈夫。いろいろポカはやるけど愛嬌があるからなんか許せちゃうんだよな。噂をすればなんとやらだな。とりあえず落ち着きなって。冷静さが大事。とりあえず集合は今日だったけど、人手は足りたから大丈夫だ。問題ない。はあ、あなたが手伝ってくれたの？ありがとう。先輩、この人を迷惑かけませんでした？似た者同士。大丈夫、あんたよりは役に立ったよ。え、そうですか。戦利品バッチリ。入ってみてもいいですか？別にいいけど。やった。時間切れ。
はい、残念賞。続きは部活でね。そんな。あ、私も一緒に戻ります。おう、お疲れさん。また。あー、ちょっと待った。今日は助かったよ。よかったらまた遊びに来な。じゃ、そういうことで。お疲れ様でした。だってまた遊びに来てよね。怒られちゃうよ。